開封レビューのやり方がマンネリ化しているんじゃないかなって思うの。どういうことよそれ。大体は手持ちで動画を回すか、置きで画像を撮るかの2パターンが主だと思うの。まあみんなこのやり方が当然のようなものじゃない？その当然にもう一つ、置きで動画を撮る方法をやりたいの。置きで動画を？ついでに回転の手間を省く。自動で回転するようなものかしら？そうよ、そこで私は今回、自動で回転するステージ、ターンテーブルを用意したわ。ターンテーブル？転写台かしら？理屈は同じかもだけど、これで物を手に取って回す必要がないから、ちょっとは楽になるんじゃないかな。じゃあ見せてもらおうかしら。そのターンテーブルとやろう。こんばんは。リリーホワイトか、春だから来てくれたのかしら。あいや動画を撮っているって気配を感じたので、そこかい。ヨドバシカメラの袋。このモノクロ表示が素敵だよね。じゃあ私たちも動画ではモノクロに。ちょっと昔の雰囲気になっちゃう。それじゃあ今回紹介するターンテーブルはこちら。おぉ、ミスターホビーのミスターターンテーブル L。ミスターじゃなくてマスターじゃないの？いやーこれはミスターだと思うわよ。テーブルの端から端までは約19センチ、186ミリの直線線路を置くことができるよ。ということは、開放キット線路も置けるわね。全体的な箱の色合いは、白と黒と青の3色がメインになっているんだね。そして速度は2段階切り替えることができる。電池は別売りなのね。裏面はこうなっているんだね。日本語と英語の2カ国語表記かしら。で、テーブル部分は高級感のあるミラー仕上げになっているの。つまりどういうこと？君たちの可愛くて綺麗な髪やお肌が鏡のように反射するってこと。え、肌？つまり、鏡ってことよね。速さは2段階、スピードについてはさっきの表面の通りね。そして、2kg までの重さに耐えられるんだね。これなら N ゲージの鉄道模型車両を乗せても大丈夫そうだね。じゃあ、開封して中身を見ていこう。物件探し、どのサイトがいいのか迷うわ。じゃ、こちら側から開けていくよ。この白いやつの下に本体があるのかしら。じゃあそちらを取りまして。おお、ピッカピカな台が。この下には何もなさそうかな。何もないみたいだね。袋の中に入っているから、取り出さなくちゃね。この反射力はすごい。さあさあこちらがターンテーブル本体。ご覧の通り可愛いリリーも綺麗に反射しており、私の前に私が映っているね。裏面はそうなっていて、電池を入れる場所があるわね。この電池ボックスには、単三電池を3本入れるよ。手持ちには充電池があるからこれを使うよ。入れたら蓋をしないとね。手前のスイッチを右か左に倒すことで回転が始まるよ。これ動いているの？音は大きくないね。動画にした時には小さすぎて聞こえないかも。ちょっとわかりにくいかな。じゃあスピードを早めよう。左は遅いんだけど、右にすると速くなるからね。そんなに変わっていないわよ。ちょっと音が高くなっているんだけど、気づけるかな？モーターらしき音が聞こえてくるから、ちゃんと回転しているってことだね。お店をオープンする。その回転じゃないって。次は、実際に車両を乗せていくよ。鉄道模型は最後にやるとして、まずはこれ、5800系のぬいぐるみか。あらららら。下側が光の反射で明るくなっている。ご覧の通り綺麗に反射していて、今回の大事なところはそこじゃない。それでは回転開始。回り出したわね。ゆっくりとしたスピードで時計回りに回っている。横の面だけじゃなくて、屋根と床下も見れるね。これで開封レビューの時にわざわざ手動で回す必要がなくなるってところかな。鑑賞用だったらいい速さだろうけど、レビューの時にこの速さはどうかしら？喋れる量によってはちょうどいいかもだけど、速くてもいいかもね。じゃあ速い方もやってみようか。どう？こういう速さなんだけど。細かいところを見ない分にはこれでいいかもね。車番とかロゴとか、小さな表記を見る分には速すぎる感じ？他の車両でも試してみようよ。何か気づけるかも。じゃあプラレールアドバンスの島風でも検証してみよう。プラードか、前までは主役だった存在なのに、今となっては、フランもこうなるとは思っていなかったんじゃないかしら。それはメディスンもじゃない。おっしゃる通りよ。でも見てよ、なんかいい感じに存在感を出していると思うよ。髪の毛が乗っている件はスルーして。屋根の上側も下側もじっくり見れる。だいぶ楽して観察できるんじゃない？プラレールアドバンスでこんな感じだったら、きっと鉄道模型もうまくいくわよね。さあお待たせの最終チェック。鉄道模型のターン。今回は伊賀鉄道860系で試してみるよ。未だにアンテナはないのか。なくても十分かっこいいでしょ？低速でスタート。さあどうかな？
一応床下の様子は片側だけが見えているって感じかな。車番は捉えられているし、悪くない鑑賞スタイルなんじゃない。実際にレビューをしている気分でこの 860K763 を見るとどうだろう。話していたらもうつまめんが見えてきた。やっぱりいつ見てもこの造形はリアルに作られているよね。こんな感じ。ふむ、特に使いづらいってことはなさそうかな。戦闘顔が戻ってきたわね。この3枚窓、いつ見てもいいわよね。おしゃれな色合いでもあるし、見方を変えても素敵な電車だね。って感じで進める感じになるかな。うーむ、慣れればやりやすいスタイルと言えるかしら。視聴者さんはどう思うのか、それも気になるわね。真横から見ても良さそうだね。これなら安定して側面を見ることができるよ。あ、戦闘の連結器がなくなっている。おやおや、そういう細かいところにも気づきやすくなっちゃった。じゃあこっちにもカプラーをつけてあげて。そうなったらスカートは外してない状態にしそうね。さあ、このターンテーブルによって今後の開封レビューシリーズに新しいスタイルが生まれると期待しているよ。カメラを固定しておいて車両は勝手にゆっくり回るんだから手間は省けそうだね。まあでももたもたしているといつの間にか見えなくなってしまうなんてこともありそう。スピードが決まる開封レビューになっちゃったりして。あとはこの反射するテーブル部分、かっこいいけどこれはこれで注意しないとね。この上に白い台を乗せればその反射問題を解決できるんじゃない。ああ、そういうこともできるか。いろんな可能性を秘めていたりするのかな。どうなのかしら。